時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元典子お休み前の本棚の時間です。お相手は私、いつも演劇のことで頭をいっぱいにしている秋元典子です。日常のどんなことも目に入ってくるもの、聞くもの、みんな演劇に結びつけて考える癖があります。人間に興味も持っているので、その表情とか声とか観察をいつもしてますね。職業病ですね。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオより22時30分まで放送いたします。どうぞ皆様最後までお付き合いください。またメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。YouTube でもネット配信しています。スマホで聞く場合は、無料のアプリ、リッスンラジオか、マイチューナーラジオをダウンロードしていただきますと、いつでもラジオを楽しむことができます。それでは今夜の1曲目、ジャンゴ・ラインハルトで、ラ・メールをお聴きください。お送りしております、この番組は、秋元典子お休み前の本棚です。曲はジャンゴ・ラインハルトでラ・メールでした。さて、今日は9月1日。このラジオを始めておかげさまで3ヶ月経ちます。13回のうち、朗読は銀河鉄道が2回ありましたので、これまでに12作品を読ませていただきました。ですね、この番組を始めたきっかけは、この朗読をもっと多くの人に知ってほしい、もっと広めたいという気持ちから始めさせていただきました。なので毎回朗読をやっているんですが、もっとなんか、野望というか大きなことを言いますと、演劇と同様に肩を並べさせたい。どうもなんか朗読の地位って低い気がしてて、あまり知られてないし、聞きたいっていう人はあまり聞かないんですよね。ライブでね。YouTube ではね、たくさんやってますし、いろいろ本のね、オーディオブックもありますが、コロナ禍で読み手は本当にどんどん増えて、YouTube でいろんな方が出してて、盛んにはなってるんですけど、聞き手が少ないんですよね。私はどっちかというとライブで朗読ライブをやっているので、喫茶店だとか、会場は劇場とかね、いろんな場所に呼んでもらったり、いろんなとこでやるんですけど、どうも今一つは聞きたい聞きたいっていう声は聞かないんですよね。今日映画見に行くのとかっていう感じでね、今日誰々さんと朗読を聞きに行くの楽しみなんていう声聞かないんですよね、あんまりね。聞き手をもっと増やしたい。もう読み手もそうですけど、聞き手をもっと増えたらいいなって、朗読って面白いんだよっていうことをもっともっと知ってもらえたらって、そのきっかけになればいいなと思ってやっています。どうしても朗読っていう言葉は朗々と読むっていうなんか硬いイメージですよね。だけど落語だとか講談とかと同じ話芸として認めてもらえたら嬉しいなって思っています。どうしてもね、朗読っていうと、学校の国語の時間の読みを思い出して、大抵の人がね、特に男の人なんですけど、眠いとか言われるんですね。眠いとか退屈とかつまらないって、そういうイメージを持ってる方が多い気がしますね。それからまた書いてあることを読むだけなんだから、誰でもできるんじゃないって。別にそんな特別なことじゃないじゃないって。そんな特殊なことはいらないでしょみたいな
ふうに考えがちなんじゃないでしょうかね。でもね、ところがどっこいなんですよ。とっても難しいことしてるんですよね。ただ字を読んでるだけだっていうと、それはもう、あらすじを、ね、物語の場合は、あらすじを聞いてるだけになってしまうし、やっぱり読むだけではないんですよね。演劇において役者っていうのは、自分の役だけに集中すればいいんだけれど、ね、そのもらった役を、与えられた役を、本当に想像していろいろ考えて一つの人間を作って、そしてそれを生きるわけなんですけど、朗読は登場人物いればいるだけ、それからね、ちっちゃな子からおばあさんまで、どんな役も一人でその人間を作り上げて生きることをしなきゃいけないんですよね。ね、その役として話すわけですよね。で、また演劇だとかね、舞台ね、舞台とかアニメとか映画と違って、全く見えてない世界を作るわけなんですよね。言葉だけでね。だから舞台となる場所とかから場面も変わりますよね。場面転換から時間も経過しますね。時間経過から情景描写。光とかそこにあるものを全部こう実際あるかのように読み上げなきゃいけ読んでく語っていくんですよね。そういうことをやっているんですよね。だから本当にやっぱり技術はいりますし、その方の持っているものはやっぱそのまま出てしまうので、でね、よく朗読どうやる、あ、明日もね、高校生を教えるのがあるんですけど、うまくなりたかったらやっぱりもう本当に具体的にすることですね。読解力もいりますし、作者はなぜこういうふうに言わせてるのかとか、なぜこう書いたのかっていう、その読みの深さがそのままその人の読みになりますね。どこまで深く掘り下げたかっていうのが、やっぱり、大きいかなって言って、こんなに言った後で私の朗読がそこまで言ってなかったら本当に恥ずかしいんですけど、まだまだ私もこの理想を言ってますね。だから できていません、本当にできていないんだけど、私の中では一応一人芝居でもなく、朗読でもなく、一人語りっていう言葉を使って読むっていうよりも語るっていうことに重きを置いて、リアルにその世界が、そのお話の世界が、皆さんの聞いてくださる方の前に映し出されるといいなと思ってやってます。はい。それでは2曲目参りたいと思います。ベン・ウェブスターの That's All。そして今日の朗読は太宰治の朝です。どうぞ。太宰治、朝。私は遊ぶことが何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、ともあり遠方より来たるのを、いつも密かに心待ちにしている状態で、玄関がガラッと開くと、眉を潜め、口をゆがめて、けれども実は胸を躍らせ、書きかけの原稿用紙を早速取り片付けて、その客を迎える。あ、これはお仕事中ですね。いや、何？そうしてその客と一緒に遊びに出る。けれども、それではいつまでも何も仕事ができないので、某所に秘密の仕事部屋を設けることにしたのである。
それはどこにあるのか。家の者にも知らせていない。毎朝9時ごろ、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れてくる人もないので、私の仕事も大抵予定通りに進行する。しかし、午後の3時ごろになると疲れても来るし、人が恋しくもなるし、遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中で、おでん屋などに引っかかって、深夜の帰宅になることもある。仕事部屋。しかし、その部屋は女の人の部屋なのである。その若い女の人が朝早く日本橋のある銀行に出勤する。その後に私が行って、そうして4、5時間そこで仕事をして、女の人が銀行から帰ってくる前に、退出する。愛人とかなんとかそんなものではない。私がその人のお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんはある事情でその娘さんと別れ別れになって、今は東北の方で暮らしているのである。そうして時たま私に手紙をよこして、その娘の縁談について私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と会い、あれならいいお婿さんでしょう、賛成です、なんて、ひとかどの苦労人の言いそうなことを書いて送ってやったこともあった。しかし、今ではそのお母さんよりも、娘さんの方が余計に私を信頼しているように、どうもそうらしく私には思われてきた。キクちゃん、この間あなたの未来の旦那さんに会ったよ。そう。どうでした？少しキザね。そうでしょ？まあ、でもあんなところさ。そりゃもう、僕に比べたらどんな男でもアホらしく見えるんだからね。我慢しな。そりゃそうね。娘さんはその青年とあっさり結婚する気でいるようであった。先夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは毎夜のことであって、何も珍しいことではないけれども、その日仕事場からの帰りに、駅のところで久しぶりの友人と会い、早速私の馴染みのおでん屋に案内して大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけてきた時に、雑誌社の編集者が「多分ここだろうと思った」と言ってウイスキー持参で現れ、その編集者の相手をして、またそのウイスキーを一本飲み尽くして、こりゃもう吐くのではなかろうか、どうなるだろうと自分ながら空恐ろしくなってきて、さすがにもうこの辺でよそうと思っても、今度は友人が席を改めて僕にこれからおごらせてくれと言い出し、電車に乗ってその友人のなじみの小料理屋に引っ張って行かれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人編集者の両人と別れた時には、私はもう歩けないくらいに酔っていた。止めてくれ。うちまで歩いて行きそうもないんだ。このままで寝ちまうからね。頼むよ。私はこたつに足を突っ込み、二重回しを着たままで寝た。夜中にふと目が覚めた。真っ暗である。数秒間私は自分のうちで寝ているような気がしていた。足を少し動かして、自分が足袋を履いているままで寝ているのに気づいて、はっとした。しまった。
いけねえ。ああ、このような経験を私はこれまで何百回何千回繰り返したことか。私はうなった。お寒くありません？と、菊ちゃんが暗闇の中で言った。私と直角にこたつに足を突っ込んで寝ているようである。いや、寒くない。私は上半身を起こして、窓からしょんべんしてもいいかね、と言った。構いませんわ。その方が簡単でいいわ。菊ちゃんも時々やるんじゃねえか？私は立ち上がって電灯のスイッチをひねった。つかない。停電ですの。と菊ちゃんが小声で言った。私は手探りでそろそろ窓の方に行き、菊ちゃんの体につまずいた。菊ちゃんはじっとしていた。こりゃいけねえ。と私は独り言のようにつぶやき、やっと窓のカーテンに触って、それを排して窓を少し開け、流水の音を立てた。菊ちゃんの机の上に、クレーブの奥方という本があったね。私はまた以前の通りに体を横たえながら言う。あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭や、また廊下の階段の下の暗いところなどで、平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするということも、だから本来は貴族的なことなんだ。お酒お飲みになるんだったらありますわ。貴族は寝ながら飲むんでしょ。飲みたかった。しかし、飲んだら危ないと思った。いや、貴族は暗黒を厭うものだ。元来が臆病なんだからね。暗いと怖くてダメなんだ。ろうそくがないかね。ろうそくをつけてくれたら飲んでもいい。菊ちゃんは黙って起きた。そうしてろうそくに火が点ずられた。私はほっとした。もうこれで今夜は何事もしでかさずに済むと思った。どこへ置きましょ燭台は高きに置け、とバイブルにあるから高いところがいい。その本箱の上でどうだろう。う。お酒は？コップで？深夜の酒はコップに告げ、とバイブルにある。私は嘘をついた。菊ちゃんはニヤニヤ笑いながら、大きいコップにお酒をなみなみとついで持ってきた。まだもう一杯分ぐらいございますわ。いや、これだけでいい。私はコップを受け取って、ぐいぐい飲んで、飲み干し。仰向けに寝た。さあ、もう一眠りだ。菊ちゃんもおやすみ。菊ちゃんも仰向けに私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい目をしきりにパチパチさせて、眠りそうもない。私は黙って本箱の上のろうそくの炎を見た。炎は生き物のように伸びたり縮んだりして動いている。見ているうちに私はふとあることに思い至り恐怖した。このろうそくは短いね。もうすぐなくなるよ。もっと長いろうそくがないのかね。それだけですの。私は黙した。天に祈りたい気持ちであった。あのろうそくが尽きないうちに私が眠るか、またはコップ一杯の酔いが冷めてしまうか、どちらかでないと菊ちゃんが危ない。
炎はちろちろ燃えて、少しずつ少しずつ短くなっていくけれども、私はちっとも眠くならず、また、コップ酒の酔いも覚めるどころか、五体を熱くして、ずんずん私を大胆にするばかりなのである。思わず私はため息を漏らした。足袋をお脱ぎになったら？なぜ？その方が暖かいわよ。私は言われるままに足袋を脱いだ。これはもういけない。ろうそくが消えたらそれまでだ。私は覚悟しかけた。炎は暗くなり、それから身もだえするように左右に動いて、一瞬大きく明るくなり、それからじじっと音を立てて、みるみる小さくいじけていって消えた。しらじらと夜が明けていたのである。部屋は薄明るく、もはや暗闇ではなかったのである。私は起きて帰る身支度をした。曲はベン・ウェブスター「That's All」。朗読は太宰治。朝でした。いかがでしたでしょうか？ また1週間が始まりますね。どんな1週間にしますか？いいことがいっぱい起きますように。番組に参加してくれた皆様、どうもありがとうございました。お相手は秋元のりこでした。それではまた来週。同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。